成沢大輔はゲーム評論家、ゲーム攻略本ライター、編集プロダクション CBS プロジェクト主催者、早稲田高等学校卒業、最終学歴は不詳、1980年代からファミコン必勝本を中心にゲームライターとして活動、塩田信之らと共にゲーム攻略本専門の編集プロダクション CBS プロジェクトを立ち上げ、主催していた。 競馬が好きで、高校生時代は競馬研究同好会の主催を務めていたことから、古くからダービースタリオンなどの競馬ゲームの紹介記事や攻略本を多数手掛けていた。また、女神転生シリーズでは攻略本の他に、ヒッポンスーパーで同作品のファンページ、クラブ邪教の館を担当した。ヒッポンスーパーでは主に、 メガドライブ用ソフトのレビュー記事も担当し、レッスルボール、バトルトードなど、マイナーでも傑作だと確信したものは惜しみなく、絶賛する一方で、内容が気に入らなければ、有名メーカーの作品や全人気が高い作品でも、低い点をつける辛口レビュアーと称したが、酷評した作品のメーカーから、事実誤認があるとして反論が寄せられたり、シルフィードや、 ファンタシースター1 0年期の終わりにのレビューにおいて、制作者への人格攻撃とも取れる表現をするなど、物議を醸す出来事も少なくなかった。晩年はゲームから離れ、富士テレビの競馬中継の構成作家を務めつつ、漫画情報サイト、漫画ナビで、漫画コラム、鳴沢大輔の漫画を読むので忙しい、の連載などを行っていたが、二0十五年三月六日に死去したことが、 知人のフェイスブックやツイッターで告知された49歳没ありがとうございます。